リアクターにどさくさに負けてリアクターにいたことにしてる人が多分いると思うから、その人は改めて。いや、もう目視してるよ。僕は、目視してる、ゲンさん、寺殿さん見たでしょ、で、水木さんと黒猫さんは、エレクトリカルいたでしょ、で、一緒に向かったのが、あと、トマトさんもいたね。トマトさんも向かってて、で、ライキさん他の人見てるから、絶対ナイトミヤさんだけだね。他の方、大丈夫ですか？ミュートでございます。大丈夫、始められまーす。行きますわ。行きますわよ。お願いします。お願いします。よし、配信できてるかな。よいしょ、走れ、教書走れ、もうつくか。緑、紫黒、色がわからねえ。紫黒、黄緑白、テラゾウ。紫黒、黒。紫黒。一緒に大丈夫。青。白。ブレーカー、ブレーコー。ウィーン。死んでないんじゃない？もう死んでない。素晴らしい。ライクさん白い。わーいわーい。白いですわ。あと、ルールに関して説明するの忘れてまして、アップデートが入る前の設定になってますわ、今回。初心者がいるのに。わかりましたわ。わかりました。てかめっちゃタスク多くてびっくりしましたわ。めちゃくちゃ多いですね、タスク。タスクは235ですわ。多いね。ああ。ちょっと多めかな。多すぎていいんだわさ。違うわ。なかなか多かったわ。停電になったタイミングで、ライキちゃんがカフェテリアの上に向かって、多分ボタン待機してくれてるなっての分かったから、僕、停電直しに行ったんだけど、みんな集まったね。停電のつく直前で。行ったら停電になりました。ああ。あれこれじゃねえ。停電は治りましたね、しっかり。治らないとボタン押せないから。そう。あ、そっかそっかそっか。確かに。通報はできるけど、真ん中のカフェテリアのボタンは多分。あ、そっか。なるほどね。なんかアンマンガスの方の音が乗ってない気がする。一番右下に配置されていたから死んだかと思いました、自分が。殺されてなかった。よかった。まあいいや。ゲームの BGM が入ってない。あ、すいません。なんでだろうな。どこだろう。本当、ちゃんとできてなかった。早く殺してあげようぜ。緩い配信。早く殺してあげようぜ。じゃあ投票する？モニター見て。神田さんじゃ殺せばいいですか？そういうこと言うセンターさんがめちゃくちゃ黒いと思います。生かしてよ。生かしてよ。パンダ。一番タスク終わってない方から殺すっていうのは結構有効かもしれない。まあまあ。まず。終わってないから。じゃあ死んで死んで話してくださいね。アマンガスじゃねえんだよな。名前に黒が入ってるから黒ぬかさんが怪しいと思いますよ。あ、これ黒ぬかさん、ほらパンダさん入れてますよ。黒ぬかさんがパンダさん入れてますよ、これ。怪しいですね、これね。やめろ、君。怪しいですね。彼じゃない、パンダはちょっとパンダじゃないんで。怪しいですよ、これ。よし。ヤクター。うか。あ、見すぎ。マップ見すぎね。FPS の悪い癖。治った。白ピンク。ホワエンジンで、ホイル入れるか。ホイルじゃねえのか。これなんか、それぞれあんのかな。トマトさん。ピンク。ないか。富谷さん見張ってたね。ピンク青、ピンク青。ピンク青。
早く早く、ここ怖いの一番。紫今殺しに来てた、狙ってたか。黒赤、黒ピンク、黒ピンク、紫黒ピンク、黄黒ピンク黄色。水色。はい、死んでますわね。ちょっとそんなことあるの？俺がボタンを押したのにバグってるんだけど。マジで？あれあれ？公表できん。ただよこさんが死んでますね。ただよこストレージで最後に見ましたわ。ストレージでか。ストレージ？いつ頃？停電なる前に、うん、ストレージで見て、ただよこが右に行ってるのを見てますので、私も、あのね、ダクト、右下のダクトのところから右の方に行くのを見ました。だから同じタイミングで多分見てる。ダクトのところから。ほら、右ですね。あの、ゴミ捨て場のところですね。あたり、なんか、そう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 、うろうろしてて、なんか、これ、殺し狙ってんのかなと思ってよく見てたんですけど、なんか右上の方行って、僕は左に行きました。だから、合ってますね、その証言は。右行ってました。確かに。エレクトリカルにはいませんでしたよね、ただよこさんね。あの、直しかったですわよ。そうですね。ロワンエンジンにいたのは、黒猫さんとトーカさんでしたっけ、はい。あ、そうですね。黒猫、トーカさんと、あれ、センターさんとどっかで入れ違いしました、うん。入れ違った、入れ違った。ですよね。私ともすれ違ってますわよ。うん、いや、ロワエンジンで私がリアクターに行くところ、お二人とパンダ、黒猫、動物ペアとすれ違ってます。なるほどです。それじゃあ僕が行く前だな、多分。でその後水木さんを見てます。そうですね、すれ違いまして、ちょうどあのこのエマージェンシーの前に先端さんと北の通路あたりですれ違いませんでしたっけ。ちょっとすいません、まだ皆さん覚えきれてないので、うん、あれですけれど、違いましたね。ですよね、確か最後にすれ違った多分黒猫さんだったかな。ゲンさんはどこ？ゲンです。今言おうとしてたんですけど、あ、ゲンです。まずリアクターが鳴った時の状況を整理したくて、リアクター鳴って最初に直された方が私の知る限りは、水木さんともう一方上、下が僕ですね。下が僕とナイトメアスさんかなんか言ってたと思います。上が水木さんか。そうですね、上いました。はい、ナイトメアさん、水木さん、ゲン、この4名はリアクターにいたことになるので、だいぶ前じゃないでもそれ、うん、ですね。それなんかその話必要ないと思うけどな、はい、あそこから合流した。もっと後ってことですか。多分だと停電の後ですよ。リアクターにもう一人いたね、ゲンさん。ゲンさん、話をそらしたかったのか、本当にそういう話をしたかったのか。ゲンさん、ライキさんあたりが、ちょっと怪しいかな。いや。バグですわね。何のバグです？バグか。テラゾウさんが多分、さっき、あの、投票に行けなかったから、さっき死んでたタダイコさんの死体が見えちゃった。だったの。ああ、そういうことか。じゃあ、黙っとくはどこで見つけたかとかは。スキップだ。おぉ。スキップだ。はい、これ、はい、もう、こういうのあるよね、了解です。次、最新版で やった方がいいんじゃないかなと思うんですけど。最新版とは一個バージョン下げてるんじゃない？あ、設定変えてるだけか。設定で変えてるだけ。あ、じゃあ現状のバグか。そう、うん、そのようです。あ、わかりました。仕方ないですわね。そうですわよ。あ、バグはしゃあないっす。まあ今のはなかったことにして。怪しいから気をつけないと。急げ急げ、センタロー急げ、トイレアップデートするよ。ちょっと来てるな。トゥメルーさんとラゾさんと片方押された状態で進んでるぞ。死んでるんじゃないのか。
いいね。やろう、この流れで。海水色。クメズ色はい、パンダさんが死んでます。ロワイナビゲーション一番右なんですけど、あの、うん、僕リアクターで、まあいいや、その前にみんなの話聞こうか。リアクターに集まった時皆さん、うん、どこにいました？リアクターに来てない人とりあえず出していっていいですか？一番遠いんでナビゲーションが。はい、ナイトメア行けないです。リアクターも終わってました、向かってる途中で。ダメ。他は僕が行った時ただいっぱいずらって出てきたから、結構いた、入ってたんじゃない、いたんじゃないかな。多分ロアエンジぐらいでいっぱいそれ違ったから、多分ほとんどいたと思うよ、うん、僕見てないのライキさんぐらいか。他は多分全員見ライキさんいました、いました、いました。最初からいて、じゃあナイトメアさんだけだ。なんならボタン押されねえなと思って上確認したら、ボタン押してんのになんか全なんか全然押されねえなと思ったら、なんか下からひょこってライキちゃん出てきたから、何やってんだこいつと思ったけど、じゃあ私押してたら押されんから、なんなんこいつらと思って見に行ったら、2人で組は白でしょ今回。そうですね、ライトメアさんだったの。他に見なかった人いない？他に候補がいないんだったら、まあナイトメアさんだけです。消去法で僕つってんじゃないんだったら、とりあえずナイトメアさんその発言が出るのか、じゃあまあするけど。あ、ちなみになんですが、リアクター直った直後、俺はセキュリティに入ってカメラ見たんですが、ナビゲーションの、カメラの右端に死体っぽいものを確認してナビゲーションまで向かってるんで、その時にはもう死んでます。あ、なんでナイトメアさん以外にいないんだったら、あ、本当にナイトメアさんになっちゃうと思います。ついてリアクターがなった時、だからリアクターにどさくさに分けてリアクターにいたことにしてる人が多分いると思うから、その人は最終、いや、てか、いや、もう目視してるよ僕は。目視してる。源さん、寺堂さん見たでしょ。で、水木さんと黒猫さんはエレクトリカルいたでしょ。うん、で、一緒に向かったのが、あとと、トマトさんもいたね。トマトさんも向かってて、はい、で、ライキさん他の人見てるから、はい、絶対ナイトミヤさんだけだね。え、これ最終位置でセキュリティでカメラ見てる人いるよね。あ、俺。寺堂さんがいつのタイミングでカメラ見たか後で教えてほしい。リアクターの後。ちょっと怖いな。怖いね。チェックか。初見さん、アドミン、ライキさん、ゲンさん、ライキ。ふい。あとね、なんか昨日結構音割れしちゃってたんで、なんか、この辺ね、ありましたら、教えてください。音割れてたりしたら。黒猫、トマト、黒猫、トマト。ナビゲーションで終わりか。ライキさんが直した。ピンク、オレンジ、ピンク、黄緑、通してみるか。いや、目視した方がいいか。直すか。はい、パンダさんか。うん、え、パンダさん死んでたよ。死んでます。あ、そうか、パンダさん死んでたか。エマージェンシーですね、今回。あら、押しました。私が押しました。タスク終わりましたわよ。はい、や、ゲームタスク終わりました。私、あと1個ですわよ。僕もあと1個です。僕もあと1個です。自分はもう少し残ってる感じです。なら、私が水木さんについてもらってみんなでタスク終わらせたら勝ちでしょうね。そうだな。うん、だって、寺戸さんと水木さん以外は残り1個って申し上げましたわよね。え、寺田さんはあとは
あと3つぐらいかな。さっきリアクター終わった後まっすぐナビゲーションに向かってる間何もしてないから。まあ寺堂さんのあと1ゲージぐらいでしたよね。じゃあ、ロヌコさんか寺尾さん、どっちか、インポスターなんじゃね、うん、量的に。1ゲージぐらいだったら、もうそんぐらいはあんじゃない、うん、そうなの。まあいいや、タスクで終わるか、うん、どっち、うん。あと今回、なんか現です。今回多分2殺人ともナイトメアさんがやった気がしてるんですよね。うん、なんでまだ狼側はアリバイがある。側の中にいるんだろう。確かに。なんかひよっとる感じがしますよね。ちょっとね。まあ、7人だからかなり有利だし、タスクで終わるし、うん、って感じ。タスクで押し切れる感じはしますけど。うん、6人殺される前にタスク終わらせればいいんでしょ。絶対終わるでしょ。左に行くとこに行きたいですか？左の方に行きたいです。あとまず一応僕はアップロードから入るってことだけ言ってきますね。あ、アドミンの。エレクトリカルやってたのかな。まあタスク優先でいいか。水木さんは誰にも殺させませんので。ありがとうございます。かっけ、これでインポスターあったら怖え。あ、でもライキさん直してますよね、最速で。で、ライキさん弦がロアエンジンなの左下の一番あの死体が見つかりにくい位置で作業してた時に見に来て殺さなかったので、多分白かなと思いました。はい、来た。死体ないかなって回って遊んでましたもん。それで言うと黒猫さんも僕とロアエンジンの左下で二人っきりになった時、これ一応殺されなかったですね。黒猫さんの名前黒だから怪しいですわ。そうなんですよね、問題はそこ。水が高いですわ、このお嬢さん。黒猫さんのね、なんか、あとちょっとっていう言い方が、タスク偽装してる人の言い方っぽかったよね。停電だ。一枚。戻るか。門番した方がいいのか。誰もいねえな、中央。するか。モンバいるね。他なんか助け終わりそうだねこれね。あ。目の前でね、びっくりした。殺したね。目の前か。お？エレクトリカルですかね、多分。エレクトリカル前で黒猫さんが凄まじい速度で移動しましたわよ。いや、どっちかわかんない。でも黒猫さんは先ほど上に行かれたのにエレクトリカルつくの早くないですこと。エレクトリカルつくの早くないですことでどういうことですこと。停電前に上に行く姿を見ていますことよ。停電してから下に行ったんですことよ。まあ僕と源さんは黒猫さんに入れます。一つ言えるのが何色ないですもんねそこあとセンターさんは初日からの挙動が極めてなんか積極的な村っぽいムーブだなとふわーっと思ってました。はい、うん、別に多分あと水木さんのタスクで終わるから別に釣らなくてもいいと思います。自分はあとシールドだけが残っております。申し訳ございません。まあどっちでもいいですわよ。もう目撃しましたわよ、目の前で二人が目撃しましたよ、瞬間移動する瞬間を。水木さんが釣りたいか釣りたくないかで決めればいい。わかんない。声、命乞いをしろ。あ、僕はスキップに入れたんで大丈夫です。あれ、インポスターって何人でしたっけ？二人ですわね。二人ですか、なるほど。多分ほぼほぼナイトメア様で追ってますわ。なんでまあそうですね、もう少し余裕があるで終わるんじゃないかなっていう空気です今。それに黒猫さんのタスクの量の言い方がもう一人だけあとちょっとかなって具体的じゃなかったのも黒いですわよ。黒猫の黒は黒色の黒っていうわけではないですことよ。ことかちょっとよくわかんないですけど。フィーンってなれ、
フィーン。ああ、よかったー。よかったー。これフィーンだな。音が復旧しないよー。悲しい。まだしてなかったんかい。早いですね。あの方にもね、うん、音が乗ってないんだよね。ね、それは、再起動か再生デバイスが勝手になんか新しく接続したデバイスに切り替わってる感、どっちかですね。なるほど。再生デバイス。サウンドで、録音デバイス、再生デバイスって、なんか、規定のものに選べるじゃないですか。はいはいはい。この画面を確認するか、ゲーム再起ですね。もっと死体が出るかと思った。みんな固まってんだもん。これかしら？そやつでアドミンで殺された。出てしまうのでミーティングにしました、私。うん、ミーティングの時だけが進行具合を変えた。ミーティングの時だけ進行する。ああ、なるほど。このゲージみたいなのにニョキって伸びます。なんかジャバ君からずっとなんかエラーが吐かれるんだけど、なんのジャバ君が怒ってます。ジャバ君が反乱を起こしていますわ。反乱を起こしていますわ。クーデラーじゃん。今まで監禁してたんですか、ジャバ君を。